え今日は、えー、平均率と純正率ということでちょっとお話ししたいと思うんですけど、えー、まあある方がね、あの尺八関係なんですけど、あの YouTube で、えー、まあ現在はですね、あの、まあ、デジタル社会になって、みんなあの平均率の耳になってるっておっしゃるんで、いやちょっと違うなと思いまして、あの、まあちょっと説明したいんですけど、 まあ、あの、平均率と純正率って、うん、あの、お分かりですかね。あの、平均率っていうのは、こう、ピアノですね。ピアノの調律なんですよ。それで、あの、純正率っていうのは、あの、えー、まあ、要するに、ちゃんと響く。4度5度とか、あの、こう、共和音があるで共和する。あの、こう、波長ですね。波長でこう、調和するんですよね。まあ、オクターブだと、こう、半分になる。波長が半分になるわけでしょうで、4度5度っていうのは、えー、3対2だったかな。 まあそういう、あの、今日はする波長があるわけですよ。それに合わせるのは純正率なんですね。えー、ということでね、どのぐらい違うかっていうのは、この、今、ここに出しますけど、こう、ちょっと手書きなんですけど、あの、汚くてすいません <laughs>、えー。平均率って書いて、ドレミファソラシドってありますけど、この、 あの、ドレミアソラシドに対して、その、純正率は、こう4とか、ミの下14とか、こう書いてあるでしょファの下2とか。これは、セント、セントって言ってあの、あの、4セント高いよとか、4セン14セント低いよっていうことなんですね。で、これね、あの、今流行りのあの、チャット GPT に聞いたんですよ <laughs>。ま、こんな感じ。で、こう答えてくれたわけなんですよ。 で、数値とかもね、もっと細かいんですね。あの、小数点以下2桁まであったんですけど、まあこれはあの、うん、試写購入した、して大体の数字なんですけど、まあ間違っちゃいないと思うんですけど。<laughs> まあ要するにね、少しずれがあるわけですね。それであのー、なんて言いますかね、あのー、あのー、要するにピアノを弾く場合に、 こう、純正率で合わせると、転調した時にずれちゃうわけですよ。こう、ね。こう、よ、よご度とかの範囲がちょっと変わってくるんで、そうすると響きがおかしくなっちゃうんで、まあ、大体合いましたよっていう、この、大体合いますよって、平均に分けましたよと、こう、ご都合主義、都合でやってることなんです。だからちょっと響きは悪いけど、まあいいや。 っていうやり方なんですよね。だからその、なんて言いますか、その、昔からあるんですよ、これ。だから、あの、平均率クラビア曲集ってバッハのね、あのー、曲がありますけど、なんて言いますかな、その、その、もうこの頃から、な,なんかその、計算っていうのが数学的ですよね、バッハっていうのは。 で、あのー、平均率でこう書い,書いて、これでもう転調できるし、みたいな。それであのー、私好きなのね、あのー、音楽の捧げ物ってのありますけど、あれなんてもうね、半音信仰すごいですよ、もう。ね、バッハ、十、えー、何世紀、えーえー、っと、1600か700だから、うん、18世紀なのかな、1700何年ぐらいじゃないかなと思うんですけど、いや、だからね、 それが結局、その、数学的にこう発展していくことによって、こう、まあ、いわゆる十二音技法までたどり着くというか <laughs>、まあ、もう変鱗が見えるなっていう感じなんですけど。まあ、それで、あの、そうですね。だから、例えばね、あの、あの、まあ、オーケストラで弦楽器の人はね、別にこういう平均率に合わせようとして弾いてないわけですよ。 意味ないじゃないですか。だって、ね。だって、あの、5度、5度の和音出すときに2000下げてやろうとか、<laughs> そんなこと考える意味ないじゃないですか。だってちゃんと合わせればいいんだから、別に、ね。だからその、ギターとかどうなんですかね。フレットだからややそれは平均率近いのかな。その、フレットも押さえ方でだいぶ変わりますけどね。 歌の人なんて別にそんなあの、なんかちょっとラは16セント、あの、これで言うと、あげてやろうとかね。そんなこと考えるわけないでしょ <laughs>。だから合唱とかも、あの、別にそのちゃんと響くように、こう、歌うんですよね。だからそれを取り立てて純正率とかいう意味はないんですけど、その純正率で合わせてるとか、まあそういう言い方もしますけど、 で、ピアノが横で弾いてても、それは別に、こっちはそれに引きずられる必要はないわけなんですね。でね、私、まあ、録音ね、の仕事をしてるわけですけど、その、まあね、実際問題、その、ソフト上でね、こう、あ、なんかちょっとここ低いんじゃないとか言うと、こう測るわけですよ。測ってね。うん、なんか、ちょっと低めですよね。で、じゃあ、10セントぐらい上げときますかとか、まあ、できるわけ。<laughs> その音だけ、こう、やるとかね。 あとこう、な、連続的にこう、合わせるとかも、なんかあるでしょあの、ちょっと流行った、ケロケロボイスとかいうのはあったんですけど、まあ、合わせちゃうんですよね。でも、あんまりやるとちょっとまた不自然になっちゃうんですけど。んでね、まあ大体、10セント超えるとややわかりますね。だからちょっと、ちょっと低いかなとか。うん、でもね、こう、あのー、 2センととか分かんないですよ。あの、分かろうとか言う人もいるけどね、ちょ、ちょっと違うんじゃないかなと。まあ、0 0とぐらいもね、どうなのかなと。だから、あの、チューニングメーター見ながらね、やればどうか分かんないですけど。いや、だからね、その、結局何かっていうと、その、尺八の人がね、平均率で吹けるわけないじゃないですか。<laughs> 平均率で吹ける人がいたらね、見てみたいですよ。<laughs> 録音してみたいね。<laughs> いや、そんなわけないじゃないですか、その。だから、調律なんですよ、調律なの。えっ、ー、と、言いましたでしょ、あの前に。あの、だから、1オクターブを12に分けるのが、いわゆる声音階、声音,音楽の12平均率。 ね。で、7つに分けるのがタイの、ね、音階なんですよ。七つに。こう、ラナートって木金がありますけどね。ちょっと変わった音階なんですね。で、前に、こう、これあ後リンクしときますけど、あの、尺八は、えー、こうね、あの、こう、5等分なんですよ。ね、5等分なの。だから、1オクタープを5つに、 分けてるんですよ。それでこうずれた部分がこうなりますよっていうのを理解して吹けば、その西洋音階だって吹けるわけなんですよ。だからそのことを私は説明してるわけなんですけどね。だからなんかイメージ的にその、なんか平均率デジタルとかね。いやデジタルじゃないですから、もう15世紀からあるんだから。<laughs> うんでなんかその、うん、純正率、純正率ね、でも 西音階でいう純正率ですからね。まあ、日本の場合また違うと思うんですよね。まあ、よくあるのは、その、例えばね、えっ、ー、と半、半音の取り方が狭いとかいろいろあるじゃないですか。で、4度5度あたりはね、ちゃんと合わないとやっぱりおか、あの、おかしいと思うんですけど、その他はね、ちょっと個性、個性にもなってくるんですよね。その音程の取り方。 なんか、音程を狭く撮るとか、あの、絨たなんかでも言うでしょちょっと低めに撮るとかね。それは別にあわ、その、個性なんだからね。その、そういう問題であってね。それで、まあ、特にね、あの、古典なんかは、別にあの、西洋音楽じゃないんですからね。あの、ずれたっていいわけですよ。その、自分の価値観でやっていけばいいんですからね。まあ、それが、その、まあ、だから平均率に合わせる必要ないっていうのは、 もう言えると思います。で、まあ、平均率とは何か、純正率とは何かってことは、ちょっと、あの、まあ、これで、あの、お分かりいただけたかとも思うんですけど、まあ、ちょっと、あの、まあ、正しておきたいなと思いました。